第2部は天使のカラーヒーリングの宮川沙織さんのお話をユーリカ佐藤がお伺いしていきます。宮川さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、自己紹介をお願いします。あ、はい、埼玉県生まれの埼玉育ちで、うん、はい、そうですね、越谷に、はいはい、ほとんどいました。はい、おー、いたんですね。あ、今ちょっと引っ越しましたけど。あ、引っ越した。近くです。あ、なるほど、ね。はい、あ、はい、で、そうですね、どこから話したらいいんだろう。どこからでもいいですよ。もうお好きなことを、うん、はい、今天使のカラーヒーリングをやっているんですが、はい、最近になって思い出したことなんですけれど、うん、そうですね、幼少期に結構鬼ごっことか子供の時に遊びをしている時に、はい、こう隠れたりかくれんぼとかしてる時に、うん、よく空を見ていたのを最近思い出して、うん、それが天使の形に見えたりとか、なんかそれで結構空と話をしてたような子供だったのを最近だって思い出して、もう全然覚えてなかったんですけど、やっぱこの仕事をしてから、あ、そういえばそういうことしてたなみたいな感じで、はい、思い出しまして、で子供の頃にそれもまた最近思い出したんですけど、空を見て、私ここのうちの子じゃないって泣きながら家に帰りたいって言ったのを思い出したのを最近、はい、思い出しました。それは宮川さん宇宙人ってこと？わかんないんですけど、なんとなく子供のなんか、うん、なんかここのうちの子じゃない、私嫌だってすごく言ったり、親はすごい怒られましたけど、何言ってんのって感じで怒られましたけど、はい、まあ、そんなことを、うん、空を見てて、うん、最近思い出したっていう、はい、結局今、うん、天使のそういったお仕事をさせていただくっていうのもやっぱりそこからつながっていたのかなっていうのを最近になってちょっとふと思い出して、はい、ね、天使のカラーヒーリングっておっしゃってるんですけれども、はい、どんなヒーリングなんですか？あ、はい、最初は、そうですね、4年ぐらい前から、カラーセラピーをやっていまして、はいはい、ずっとカラーセラピーで心理学というのをやっていたんですけれど、うん、そうですね、19歳ぐらいから実はちょっと霊が見えるようになりまして、はい、それでその能力っていうのを、うん、あまり人前には言わなかったんですけれど、はい、何かこう自分で人のお役に立てないかなっていうのを震災の時にちょっと思いまして、はい、でそれでそうですね、勉強というか、はい、知り合いの方がそういう先生がいらっしゃって、うん、で勉強しに行きまして、うん、それでカラーセラピーと、うん、天使のヒーリングっていうのを、うん、融合させて、はい、はい、そうですね、チャネリング的なところと、うん、ヒーリングとあとセラピー的なところを全部融合して今やらせていただいてる感じなんですね。すごいいいとこ取りを全部いいとこ取りですね。はい、ね、19歳からっていうことで、はい、ね、ルル花子さんも23個、ね、そういう ある程度の年齢になってからそういうことに目覚めていくっていうことってあるんです ね、うん、ね、うん、なんかきっかけあったんですか、そういうの。なんか余命宣告されたとか、いやいや、事故あったとか、やっちゃいけないことをしてしまって、肝試しじゃない、なんて怪談話を、うん、お友達のうちでやってしまって、うん、ろうそく立てて、私嫌いなんですけど、うん、ちょっと断れなくて言ってしまったら、うん、それから霊がバーッ見えるようになって、壁からも顔が出てきたりとか、足つかまれたりとか。びっくりしましたよね。びっくりしました、もう、うん、怖くて、ね、まあ、怖かったことが、でも今、まあ、途中からは、うん、誰かのお役に立てればっていう形で今のセラピーをされてるっていうことですよね。そんな風にね、今でも何無限に見えちゃうんですか？今一時あんまり見えすぎて、襲われることも結構あったんで、あんまり怖かったんで一回閉じていただいたんですよ、うん、知り合いの方に。それからは怖い思いしないんですけど、やっぱり見えますね。そうなの？はい、スイッチ、ないスイッチ、スイッチポンと、なんかルルハンコさんスイッチあるんですよ、ポンって。あら、羨ましい。でオンオフが加工できるのか、ね、勝手に。いいですね、便利ですね。私の場合はなんかこう意識するときって
は見えるっていう感じ、ね、うん、まあそれがある意味、うん、あのスイッチオン、はい、オフなんじゃないですかね。うん、そうですか。まあね、見えたら見えたでいろんなご苦労があるんだなっていう。そうですね。でもその分ね、あの本当人のお役に立てるっていう方に使われていくと、はい、素晴らしいあの力だなっていうふうに思うんですけれども、ね、じゃあ実際あのそのヒーリングを受けた方たちがね、はい、どんなことをおっしゃってるかっていうお話ししていただけますか。はい、あのそうですね、これエンジェルヒーリングを受けた方なんですけれど、はい、そうですね、バキューミングといって、うん、空の、まあ、イメージっていうところなんですけど、うん、空からあのそうですね、掃除機みたいなのを想像して、うん、体の悪いところを吸い取るっていうのをやらせていただいた方の感想なんですけれど、うん、はい、やっぱりあの実際吸われてる感じっていうのは本人もやっぱり、うん、感じるらしくて、へー、でやっぱり私がこう見ていて、うん、あのこの部分あの良くないんじゃないですかみたいな感じでご指摘をしたところは、うん、やっぱり前から良くなかったところとか、すっきりしたとかいう、あとそうですね、うん、天使って基本あの温かいこう高いエネルギーの存在なので、うん、やっぱりそばに来ると暖かく感じるんですよ。うん、なのですごくホッとする暖かいイメージをか、あの暖かいなんていうんですかね、うん、イメージというか感覚を味わったっていうふうにおっしゃる方も結構いらっしゃって、はい、あのおうちサロンマップのメンバーすごいですよね。こう天使の存在がとかもう普通にこうね、あの会話の中にね、はい、出てきますからね。あ、そうですか。うん、そうですね、はい、これね多分ね、あの職場とかで言うとね、うん、ちょっとね大丈夫っていう風にねなっちゃう話ではあるんですよ。ね、でもね、あのね、そういうことがもう当たり前の世界にね、どん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 ね、あのなってきてるっていうことなんですけれども、ね、あのね、じゃあそのね、と沙織さんの、はい、とヒーリングをね実際受けてみたいなっていう時は、あのなんかこうホームページとかで検索したらいいですかね。あ、はい、うん、宮川沙織で、はい、検索していただくと、うん、私のホームページが出てきます、はい、ちょっと字が、宮川さんは普通に、あ、宮の宮に三本川ですね、はい、で沙織はひらがなで、はい、理は理科の理ですね、はいはい、でそれで検索していただけるともうすぐにパーンと出てきますよっていうことで、はい、あのぜひね、あの直接お会いして、うん、あの受けて見たらいいかなっていうふうに思いますね、はい、まあ、これからね、嵐の予感ですね。そうですね、あの実は今年のね、うん、試産品フェアの嵐の日に出会ったんですよ、うん、そうなんですよ。そうだったんですか。途中でね中止だったんですよね。そうですよ、私いましたもん、あそこ。いらっしゃったんですか。あの後に会う予定 で中止で会ってね来たんです。また嵐の中嵐を呼ぶ女。嵐を呼ぶ女。いやいや、私はそうですから。すいません。これからもう嵐のように問い合わせが来るかもしれないですね。ありがとうございます。はい、皆様ぜひあの宮川沙織さん検索して連絡を取ってみてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。